どうも皆さんこんにちは、タケスポチャンネル店長竹中です。今日ね、スタッフの、グローブ大好き S 君が参戦しております。6月に入りまして、一番のグローブの大敵である雨ですね。雨が降る季節になってきました。まあ、最近はね、本当に豪雨がひどいんで、そうですね、まあ、スッと隠してもね、水染みてしまったりとかするんですけど、まあ、多少だとそれがね、マシになる方法っていうのが、とか改善できる方法っていうのがね、いろいろ出始めましたので、大切なグローブを守るためにもね、はい、高いですから、公式でも軟式でも、そうですか、高級品です。高級ですので、その方法を紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目はですね、まあ、一番お手軽な方法ですね、はい、一応水野の、走行酒っていう、まあ、爽やかに香る守るっていうシリーズで、はい、いろいろ、まあ、グラボオイルだとかスプレーとかあります、ね、スプレーとか、まあ、この平裏、はい、専用のオイルとか、はい、があるんですけど、まあ、このシリーズ全部で、ね、実は石鹸の香り、はい、がしてすごいいい匂いするんですね。まあ、作られた方がもともと修理のところにいた方で、はい、まあ、それを改善できないかって思いで作ったなので、で石鹸の匂いって、まあ、嫌いの人あんま少ないじゃないですか。そうですね、まあ、特殊なライムとかなんかいろいろ香りがあると、まあ、好みが分かれちゃうんですけど、石鹸にしたっていうのはね、そういった万人が好きな匂い、はい、なので走行酒シリーズがあるんですけど、この一つその中であります。これはこちら撥水ストロングオイルといった商品ですね、はい、今紹介したと思ったら最後の1個売れてしまって手元にないんで画像ですいません。で、一応効果はね、水野さんの方も上げてて、はい、ちょっとこの辺に写真貼っておきますね。こことここに貼っておいてます。もう塗るだけで、はい、まあ、簡単に弾いてくれる、ね、水を弾いてくれる、はい、コーティングしてくれるプラス入ったようにいい匂いがする、はい、ので、まあ、これが1650円で買えるんで、まあ、普段のお手入れしながらもこの時期お手入れもできると、はい、まあ、一石二鳥。そうですね、なんで、まあ、一番簡単に、ただ塗る前にはいつも言うようにしっかりグラブをねブラッシングして、はい、綺麗にしてからオイルは塗ってくださいね、まあ、薄く薄く薄く塗るんです。ベタッて塗っちゃダメですよ、はい、軽く伸ばして、まあ、布でもいいですし、手でも細かいとか手でもいいですし、スポンジでもいいですから、はい、まあ、僕らは基本手で塗ります。そうですね、手が一番簡単、まあ、大きいところだけはね布でもいいかもしれないです。細かいところは塗れないですからね。オイルは手ですね。オイルは手をお勧めします。はい、1つ目は水野の撥水ストロングオイルでした。はい、2つ目、まあ、これはね、正直すごいですね。すごいですね、本当に、加工してしまって水をバンバン弾くっていう、はい、まあ、TMS コーティングっていうサービスが、はい、まあ、うちも始まりまして、その模様をね先に見てもらった方がいいかもしれないですね。はい、どうぞ。先日インスタグラムに上げた動画なんですけど、はい、まあ、このグラブサンプルでやってます。基本ごめんなさい、新品のみの受付、はい、なりますけど、こことここだけやってたんでバンバン弾いてましたよね。弾いてました。で、ここはもう染みちゃうんですけど、はい、で、これしたら水を弾くだけではなくて、色落ちも防ぐんですよ、はい、どうしても今一番流行るね赤系っていうのは、赤オレンジ系っていうのは一番落ちる色なんですけど、ちなみに一番落ちないのは黒です。単純にあの染料の量が多いので、はい、染料の量が少ないんで赤は落ちやすいんですけど、それもかなり防いでくれる、まあ、そのチラシがあるんですけど、まあ、コーティングの選手で3年間やるとこんな感じだけど、2年経っても黒が、ね、鮮度が保たれてるっていうチラシがありまして、ね、まあ、これは一応グローブ背面だけ、そうです、ね、中は加工しないんですよ。そうすると呼吸で剥がれちゃうんで、そうそうそう、ね、中は呼吸で剥がれるから外だけコーティングして、はい、水から守る、はい、であとは普通にお手入れしたらいいんですよ、はい、塗る系はいいんですけど、スプレーで、まあ、クボタンでもあるよね、シュッシュッと、そうですね、そういったオイルは使わないでいけば、あとはお手入れ簡単になります、はい、なので、オーダーでやったグローブでメッシュのグラブ、うん、そうですね、メッシュのグラブとかは、まあ、絶対やった方がいいかなと、そうです、ね、僕は思います。まあ、一応お値段はグローブに関しては、大人用はちょっと9900円、はい、で少年用が7700円となりますが、まあ、
長く使うならね、そうですね、その価値はあるから、特にピッチャーの方とかずっとかっこいい状態が続いていいですよね、うん、そうそう、一応レザー、ね、皮の内部の栄養や油分が抜けるとね防ぐので、はい、いい状態を保ってくれます、はい、プラスあとグローブだけではなくて、スパイクも可能で、はい、スパイクの方は、大人用が6600円で小学生用が5500円、まあ、ヌバックとかメッシュ素材にもできるん で、 そうです、ね、はい、まあ、あの辺もオーダー高いん で、 そうです、僕はやっても全然いいんじゃないかなと、まあ、2万3万するスパイクに、まあ、防水スプレーもいいんですけど防水スプレーの強化版みたいな、そうですね、感じで、まあ本当は高級外車にね、なんかこう弾く素材として出たのを、まあ、グローブ転用したっていう、はい、で、まあ、こちらはちょっと当店でお預かりして、まあ、1週間か10日ぐらいかな、で、そうです、ね、帰ってきてやるっていう形になりますんで、 TMS コーティングをちょっと覚えておいてください。結構ね、いろんな専門店のインスタとかでもちらほら見てて、はい、うちも紹介していただいて、まあ、グローブで再生したい人は当然たくさんいますし、はい、まあ、あと何よりその後の手入れが楽になる、そうですね、砂とかも全然、うん、そうです、守ってくれますよね、守ってくれるんで、ただ先ほど言ったように新品のみ、はい、これは特別にサンプルなんでギリギリやってもらえたっていう、はい、うちの箱を聞いてもらってやってもらっただけなので、本来は新品のみの加工になるので、はい、もしね、梅雨ですしちょうどいいし、はい、自分のグローブをね、大切に使い続けたいという方は、はい、ぜひお試しください。今後もね、こういった選手のためになる情報や野球に詳しくなる情報、野球が上達する情報というのをね、発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくコメント、まあ、質問等もね、はい、コメントであれば、まあ、コメントでも答えてますし、まあ、ここで動画で採用することもありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。